はいどうも皆さんこんにちは。えー、今回なんですけども、ちょっと真面目な話をしようかなというふうに思います。まあ、なんだあのね、最近の動画ね、見ていただいてる方はわかると思うんですけども、ま、ちょっと、いろんなことをやってるじゃないですか。まあ、チョコボール100個開封してみたもそうだけども、ま、とにかくこういろんなことを、え、やるようになりましたよね。ま、あそれを見てね、ちょっと最近こいつ迷走してるなとか思う方もいると思うんですけども、なんでね、今そういうことやってんのかっていうのをちょっとあの、ここで、ちょっとだけね、 あそうかな、というふうに思います。まあ、あの、そもそも、俺、YouTube に最初動画上げ始めたのが、ガンプレイの動画上げようと思って始めたんですね。ガンプレイの技術上げてっても、披露する場所があんまりないから、だったら YouTube に投稿しようかな、みたいな感じで、ガンプレイの動画を投稿し始めて、っていうのが2011年ぐらいうん。で、2011年ぐらいにそれ始めて、でね、2013年、 初めぐらいかな。そんぐらいに、まあ、当時からね、YouTube を見てた方が今どのぐらいいらっしゃるかはわかりませんけども、その当時に、まあ、いわゆる、商品紹介がね、めっちゃ流行ったんですよ。うん、まあ、当時はね、まあ、別にあの、悪いことじゃないから、悪い内容を言うわけじゃないから、ちょっとあの、まあ、具体的に名前を挙げさせてもらいますけども、トップにいたヒカキンさんがまだ登録者25、6万人ぐらいの頃だね。で、 当時、瀬戸さんが6万ちょっとぐらいだったかな。で、はじめ社長なんかはまだはじめカンパニーとかで今のアカウントの前じゃなかったかな。まあそれでね、当時ほんと有名な方はみんな商品紹介やってらっしゃったんですね。で、それを見て楽しそうだなと思って俺も商品紹介を始めてこう今のスタイルでやってきたわけなんですけども、やっぱね、時代は流れて、 そりゃそうだよね。4、5年経てば変わるよね。もうどちらかといえば今はこう、商品紹介とか開封動画よりかは、なんか、実験系が流行ってるじゃないですか。ね、ここ1、2年以内にやっぱりいろんな方が、こう、ポッと出て、ガーってね、一気に登っていらっしゃる方がいっぱいいますけども、そういう方はやっぱり検証系の動画いっぱいやってらっしゃるんですよね。まあだからやっぱ今の YouTube のこう、トレンドじゃないけども、流行りはやっぱりなんか、 やってみた系なのかなっていう気はしてるんですよ。気はしてるっていうか多分そうなんだよ。もう多分商品紹介はちょっと流行りは過ぎたのかなーっていう気はしないでもない。で、しかもあの俺のやってるジャンルがトイガンじゃないですか、エアガン。で、エアガンって単価が高い。お菓子の紹介とかだったらね、1個100円200円のもんですけども、エアガンってやっぱり単価が高いですから、 やっぱりポッポッポッとこうポン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 動画投稿はできないわけじゃないですか。で、すでにこのエアガン紹介っていうジャンルだと毎日いろんな機種の紹介動画をアップしてらっしゃる方いますから、もう絶対そこには勝てないので、もうそれは俺逆立ちしても絶対にあの追いつけないのでね。 毎日いろんな銃の紹介っていうのはちょっと俺には絶対できないので、もうそこで勝負はできないなと。そこで勝負をしても絶対に勝てないので、もう、そしたらじゃあ別の道を探すしかないなというふうに今思ってて、まあだからこう、エアガン使った実験とか、エアガン使わなくてもね、こうなんかやってみたとか、ちょっとおもちゃの紹介とか、そっちをどうなのかなって今いろいろやってる最中なんですよ。うん。で、それに伴って、 やっぱり大きく変えなきゃいけないのが商品紹介だとやっぱその動画の主役となるのはその商品なわけですよ。例えばこのシングルアクションアーミーの紹介開封しますって言ったらその動画の主役はこいつになるわけですよ。ところがなんかやってみた系だとそれをやってる人のキャラが一番重要になってくる。うん、だから配信者、投稿者のキャラがないとやっぱり面白くない。そこがね非常に難しいから今ちょっといろいろね模索中なわけなんですよ。 今まではやっぱトイガン開封ということであくまでその動画の主役はその鉄砲自身で紹介をしている配信者自身はこうサブじゃないけどもこう目立ちすぎないみたいな感じでねやってたわけなんですけどもそっからねこう今配信者のキャラがキャラ付けが重要になってきますからそのスタイルからちょっと今変わりつつありますので違和感感じる方が多分大半だと思うんですよまあなのでなんか変わった気がするじゃなくて多分変わってるんです <laughs> まあそんな感じかな。まあこういうつまんない動画はね、ほんとサブチャンネルとかに出そうかなと思ったんですけども、まあいいネタになるかなと思ったのでね、メインチャンネルの方で出そうかなというふうに思いました。まあそんな感じでね、ちょっと長々とつまんない話をしてみましたけども、たまにはね、こういうのもいいでしょう。まあまたね、こういうちょっと真面目な話聞きたいなっていうのがあったら、Twitter とかこの動画のコメント欄でコメントください。じゃあね。